大変だ。どうした？応募は開始したものの、まだ応募者が来てないんだって。事件じゃん。もしかしたら何かわからないことがあるのかも。それってもしかして、もしかして俺たちのことだ。間違いないね。それは桂木安奈、高校2年生。どこにでもいる消極的で面白みのない高校2年生さ。いらんこと言うなよ。新学期早々、無免許運転と交通事故で停学になるのさ。愛と平和とか別に守るつもりないんだけど、みんなのために戦うヒーローさ。俺は椎橋優也、大学2年生。流されやすくて面白いことに目がない野獣馬イケメンなのさ。あんまり野獣馬とイケメンがつくことないけどな。面白いことを求めて1年の休学に出たのさ。求めてます。アスマを全力でサポートするぜ。私は渡来シーカ、高校1年生。血が悪いのさ。どこが悪いんだよ、言ってみろ。ダゴいじめっ子を全員乗せて暴力事件を起こすのさ。ムカつくやつは全員殴る。大切なみんなを守るヒーローだぜ。俺たち3人はみんなのヒーロー。ぽくないね。うん、確かに言われて気づいたけど治安悪すぎ。俺たち以外の仲間も相当ヤバいぜ。こんな俺たちが巻き起こすアクションボイスドラマ、みんな応募してくれよな。じゃんけんぽん。一斉攻撃グリッチコンティニュー、声優募集中。質問です。声優募集中のキャラクター、沖浪アイネの印象を教えてください。かわいい、手だるげ、磨けば光る、服が際どい、食生活悪そう、自分の可愛さをちゃんと知ってそう、人参とか好きそう、黄色いクマのマスコット好きそう、ゲームで負けると大パンしそう、好きな銃聞いた時 AK って答える人にわかだと思ってそう、三鉄まではしたことありそう、飯テロ動画とかめっちゃ見てそう。一斉攻撃グリッチコンティニュー、ゲームで主人公声優募集中。冬は比喩とかじゃなくて本当に布団から出なさそう。質問です。声優募集中のキャラクター、宿又俊の印象を教えてください。かっこいい、かっこつけ、主人公みたいなやつ、メガネかけてる、和服好きそう、野菜育ててそう、趣味聞かれたら悩みそう、髪のケア大変そう、むっつりそう。女子と話すとき余裕っぽく見せようともしてそう、サウナで整いそう、部屋着ジャージ着てそう、一斉攻撃グリッチコンティニュー、声優募集中。ベッドの上にボロボロのぬいぐるみがありそう。質問です。声優募集中のキャラクター、国島シナの印象を教えてください。怖い、綺麗、真の大人、実は子供っぽい、スーパードライしか飲まなそう、酔ったら面倒そう、学生時代に新体操とかやってそう、告白ことごとく振ってそう、 LINE の友達多そう、ファッションセンス尖ってそう、化粧品高そう、面白動画見て大爆笑してそう。一斉攻撃グリッチコンティニュー、しゃぶしゃぶ声優募集中。寝相悪そう。質問です。声優募集中のキャラクター、牧石龍馬の印象を教えてください。適当、おじちゃん、超強い、65になっても憧れを語れる、実は健康に気を使ってそう、こういう人の稽古が一番楽しそう、恋愛に目がなさそう、特保に目がなさそう、中華一人で入っても何皿も平らげそう、スマホ使うの上手そう、最近の漫画ちゃんと知ってそう、スタバク覚えてそう、お酒強そう、一斉攻撃グリッチコンティニュー、声優募集中。若い頃の主人公のストーリーありそう。質問です。声優募集中のキャラクター、小宮山環奈の印象を教えてください。元気、声がでかい、ナチュラルに汚れを知らない、ニンニク入れますか、だいぶダダブルは普通に食べそう、ラーメン以外作るの下手そう、高校時代モテてそう、運動会でファンができてそう、漫画めっちゃ揃ってそう、この人に関する悪口を思いつかなそう、告白されても告白だと思ってなさそう、お風呂上がりメガネかけてそう、一斉攻撃グリッチコンティニュー、声優募集中。質問です。声優募集中のキャラクター、浅塚弘明の印象を教えてください。すごい人、ガタイが良すぎる、今まで会った人間の中で一番何でもできる、常に仕事してる、笑顔が素敵そう、本当はふざけてる生徒と一緒にふざけたそう、中学校の給食のカレー好きそう、家族幸せそう、青春に悔いなさそう、自分の笑いに自信なさそう、サウナで整いそう、それこの間も言ったろ、一斉攻撃グリッチコンティニュー、声優募集中。
今日も一日お疲れ様。眠れないの？眠りなよ。朝早いんでしょ？それでも眠れないの？それってあんたの努力が足りないんじゃない？あれ、泣きそうなの？泣いちゃうの？寝るのはできないのに泣くのはできるんだね。あら、こんなうだうだしてるうちに30秒も時間を使っちゃったね。時間を無駄にする気持ちはどう？あ、もともとあんたの人生には無駄な時間しかないか。ごめんね、気がつかなかった。デリカシーなかったね。おやべえよ、話し相手に一番不向きなやつがマイク握ってるよ。マイクから離せ、離せ。何？話してるじゃん、話してるじゃん。こっちの話じゃなくて、いい加減にしてくれ。もうみんな泣いちゃってるって。一斉攻撃、グリッチコンティニュー、声優募集中。さて、俺が今夜いただくのは皆様からの CV 応募です。俺が今夜いただくのは皆様からのパロネタへのご理解です。応募来るといいね。ね、それはそうと腹減ったな。別に宅配とか頼んでねえもん。あららら。一斉攻撃、グリッチコンティニュー、声優募集中。なんか最近みなたくは騒がしいな。みんなそわそわしてるっつうか、落ち着きがねえっつうか。つまりこれはあれの予兆なんじゃないか。間違いねえよな。ついに始まるんだよな。つだよな。必須つ。あ、んだこれ、台本？どう、なになに。皆さんこんにちは。一斉攻撃グリッチコンティニュー、募集期間があと3日となりました。これまでたくさんのご応募誠にありがとうございます。初めて世に出した作品であるにもかかわらずたくさんの反響、大変嬉しく思います。まだまだ募集はしておりますので、ぜひふるってご応募ください。募集期間終了後もたくさんの楽しい仕掛けを用意しております。これからも一斉攻撃グリッチコンティニューをよろしくお願いします。え、何必須じゃねえの。すいません、そこの人。え、あ、ちょ、すいません、あの、それ俺のなんで。ああ、ほら。あ、ありがとうございます。では。おう。必殺ツエイ制作中。一斉攻撃グリッチコンティニュー、声優募集中。たたたたた、大変だ。どうした。なんとこの度、一斉攻撃グリッチコンティニューメインキャラオーディションの応募総数が30を突破したぞ。すげー。応募してくださった皆様、ありがとうございます。30ってすごくね。一クラス作れんじゃん。え、でもクラスの大半がアイネってことでしょ。誰も学校来ないじゃん。先生も大変そうだな。あ、先生も募集来てるじゃん。足りない人多すぎ。よく企画立ち上げようと思ったわね、監督。ごめんね。一斉攻撃グリッチコンティニュー、まだまだ応募待ってるぜ。10月31日まで。絶対来てくれよな。どうした？なんとこの度、一斉攻撃グリッチコンティニューメインキャラオーディションの応募総数が50を突破したよ。やばすぎ剣心。応募してくれたみんな、ほんとありがとう。ちょ待って、50人も浅塚先生がいるってこと？そうはならんだろ。50人もリュウマおじさんがいるってこと？いないぞ。募集キャラが6人いて30人数いるってことは300人いるってこと？たまにいる頭悪いやつみたいになってる。303人になっても頑張ってこうぜ。一斉攻撃グリッチコンティニュー、まだまだ応募お待ちしております。10月31日まで。絶対来てくれよな。